セシラの違いわかる？全然。全然。あんまりわかんない。ショックやねん。カチショックもやめやん。やめて。食べなって無理に食べるって。シュウダイはこの1個食べるのかどうなのか。食べー食べーない持って帰る まあそれはお父さんが決めてくれる。こらこらこら、それやったらもうなしやで、暴力沙汰やったらもうなしになるからな。高評価。飲み物はね、飲み物。え、飲み物。うん、飲み物。ブドウジュースやな。ブドウジュース。あ、すいません。はい、どうぞ。ありがとう。何歳？おじさん、57歳。7歳でいきなり年上。お母さん。お母さん、お父さん36歳。57歳。うちの方が高い。おじちゃんの方が高い。おじちゃんもだいぶおじいちゃん。すいません。すいません、ね。おじいちゃんなんでいきなり年聞いてんの。おしゃれしてんね。おやすみって。またね。こんな感じです。はい、どうぞ。すごいよ。はい、キュー。豪華すぎやん。どう？トイレは？めっちゃくそ豪華。大きすぎる。豪華やけど。トイレがない。トイレなしはないよ。あ、ちゃう。これマッサージ機やん、やっぱ。そう。これ、ほら。こっち、トイレ。トイレがないと。トイレ、トイレない。見て、風呂見て。キレイ風呂。チーズ。いいよ。チーズ。チーズがいいよ。え、チーズ。いない。ほら。おいで。これヒント言ったのか。はい、ヒントよ。あかんで。あかんで。そんなヒント言ったらあかんよ。いいな。おい。もうあんた猿か。めっちゃ。なんでやっちゃうの。なんでやっちゃう。もうそんな指さしたらバレるやん。もう一回やって言ってみて。おった。すごいな。チャンネル登録よろしくお願いします。お父さん結果発表聞いてませんでしたんで、結果発表教えてください。じゃあ第3位は小田井君。最初あった9皿マイナス2かからマイナス2か2やったやな。はい、じゃあ次第2位はダラララララッタン。シュウダイ君。シュウダイ君は細巻きさん3つと、うん、高台のエビ1個。あ、食べたんだよな。ほんでもう1個食べたら、うん、雄大と同率やってんけど、お持ち帰りするって言った細巻きがコロリンチョして、コロリンチョして、お持ち帰りは、待って、お持ち帰りはコロリンチョ。はい、じゃあ第1位はドドン、ゆうだいくんです。9皿と4巻きと高台の1貫を食べた。そう、なんかコーブラが喧嘩しとって、でもしかしたら3巻きかもしれない。それでも考えて10皿近く食べてるってことや。
そうね、そうね、分かりました。じゃあ1位の雄大くんにはまあ横に狭いのボタンもあったと思うので、うん、あの、うん、ちょっと待って、この2人にアイスあげていい？え、でもあげへんで、1個しか、あのアイスは1個しか買われへんね。でもみんなと分けたらあ、それはいいよ。え、自分で決めて。うん、じゃあ1個のやつを広大と雄大に、どれをあげるかはやっていいよ。お菓子は1個ずつ、1個ずつ買っていいよ。アイスは頑張って、アイスはあの申し訳ないけど1位とか食べるって言ったかな。そしたらアイスは欲しくなくて、ユウダから食べて、自分から食べたからって言ってる。煽っていいの？煽っていいの？煽ってる。煽ってんの？あの、僕より食べてないからな。あのな、例えば、おつとか言うやん、たまに。で、あの、それも煽りって言うねんやん。で、煽ってきても。あ、言うねんな。挑発してんな。だから、いや、煽ったんだ。やめなさい。煽ったんだ。いや、言ってました。煽っちゃう。でもさ、一個言うていい？煽りも、それも一個の作戦じゃない？負けへんかったら煽られることもないよってお父さん思うけどな。その煽りになんか動揺するとかいうメンタル、ムカつくこともあるよ、それあるで。お父さんだって思うけど、勝てばさ、いいことじゃない。勝っとったら泣いてないやろ、やろ。この時絶対勝っとったら泣いてないやろ。で、だって負けた上で煽られてること思い出したらもう嫌になったやろ。煽ってろうが煽ってなかろうが負けや負けや。別に煽ることを 100% 全部が悪いんではないと思ってるよっつって、うん、そうそう、メンタルが弱いからその泣いてるだけで。結果雄大が勝っとったら、お前言う、お前らお互いみんなそうや、広大も雄大もさ言うやん、よくなんかさ、自分が勝ったらさ、いや俺勝ってん、俺勝ってんって、もうあんまり勝ったこと言わんでええでって言ってんのにさ、勝ってん勝ってんって言い続けることないっけ。確かにないっけ。どうやったって聞くやろ。そう、え、あるやろ。それも煽りやで、一個で。お前らもしてることあるよって言ってるやろ。うん、されて嫌な時は泣いて、違うね、こうやねって言うけど、君たちも十分雄大なことを煽ってることもあるよって言ってる、うん、結果発表の話をしてる時に、あれやったから嫌やった、これやったからこうやったいうことは、あの、正直お前のメンタルの弱さやね。そんならもう一回注文したりとか、落としたやつ食べてでも勝てやん。そうやって食べようとしたんやけど、あの、お母さんがやめとけって言うから。これ広大は、うん、同じだから。お母さんやめとけって言ったからやろ。え、ほんならお母さんやめときって言ったけどさ、ほんならなんだ、自分で負けを諦めたの？それお母さん責任転嫁してるだけじゃない。お前らめっちゃかっこいいで、悪いで、一個だけ。これお母さんの話に持っていくんやったら、お父さんむっちゃそれ嫌いな子のことやから。え、じゃあさ、なんで食わんかったの？もう一回、いやいや俺負けたくないからもう一皿頼んで、なんで自分で決めへんかったの？道を細巻き頼んでもらってよかったんじゃん、自分で。あまりにも無理しとうから、しんどそうやから、お母さんはもういいんちゃうって言ったらいいかな、話だろ、多分な。わかる。でも一つ思うのが、その男じゃないよ、お前ら二人とも。後ろ言ったら負けてるやつがギャーギャー言ったところでな、権力もな、なんもないねんて。正直性格が悪くなるのやろが、勝ってるやつが勝ちやねんて。けど言うたら1個だけ言ったけど、性格悪いやつは嫌われるからね。巻き戻ししてみて、ほんまに煽ってたんやったら煽ってたで、お父さんそれは話するけど、わかる？嫌な気持ちさせても。でもさ、兄弟の中で煽り合いってあるやん。みんなやってない？煽り合いしたことしてるやろ、いつも。まだ今日だけ、雄大だけ今日、たまたまそれ今日あったから雄大のこと言ったかもしれんけど、もうずーっと一日中煽り合いしてるやん。え、してない？いや、ほんまに。ええよ、ほんまに真面目で、全く自分は一切してないって、心に胸手当ててやれるんやったら、いいよ。言うたようなこと 言ってもいいよ、別に。いいけど、自分がやられた時だけ、なんか、むっちゃ被害者みたいな。言うのは違うんじゃんって。
負けは負け、コロンって落とした。さっさと食べとってよかった。勝負の時は煽りいいんじゃないの。逆にメンタルを強くするために煽りありでいこう今後、うん、うちはな、なんか2人で煽っとったことに対して責める。フォロワーさんこれで怒った、マジで失敗か。なんてフォロワーさんがこれ言うてきたらな、煽るなって言ってな、煽ってきたらな、うん、おいしい？うん、はい、いつも頑張って、ありがとう、優しい。立食パーティー始め、ね、待って、写真撮る、写真撮るの、動画で写真撮るっていうか大丈夫、あ、見てみ、はい、じゃあこっち向いてみ、せーの、チー、待って待って、ほんとにー、なんて言うそう、4% の確率当てた、4%。食べたらこれ出ました、見てくださいキモいです、うざいです、ガリガリ君吸ってる人に迷惑です、すいません、すいません、すいません、何が当たった、何、当たり、当たり、何が当たり、ガリガリ君、はい、おめでとう、ロッキーやん、お前 4% やぞ、えぐえぐ、もう一回当たりやった、ちゃんと話聞いて、ちゃんと勉強して学んだから神様降りてきたんちゃう。じゃあ、いろいろありましたが最後に、せーの、バーイ。ほんまえぐいな。え、あれ寿司何円したん、お母さん。1万3000円ぐらい。あ、そんな安かった、うん、うまいの食べた。最後まで見てくれてありがとう、しょうや、はい、おとるこ、三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、トントーダイ。